始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タレバ工場のアンデです。今回もサイコボーイ2こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。それじゃあステージ8、キリンから降りていきましょう。意味わかんねえけどな、キリンに乗ってる状況。え、なんだ、友達がいるけど。化け物すぎて怖いって。ああ、吹き飛ばされたんだけど。死んだってさすがに。あ、え、なんか来た。え、ペリカンの群れ、あれ消えたんだけど、降りてる。え、どういうこと。何してお前ら、遊ぶなってペリカンで。ペリカンでなんかするしかない。でもこれペリカンタップしたら罪なんだよな。あ、なんかいる、なんかいる、絶対怪しいやついる。ハトが飛んだぞ。え、あ、ハサミだ。これでなんかできる。え、なになになに、怖い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 。おかしくなっちゃった。おかしくなっちゃったよ、やっぱり。これどうするんだ、じゃあ。もうだって特、あ、木の枝を手に入れたけど、これでなんかできる、あなた。いや違う、こっちか、こっちの男の子か。あ、なんだ、木の枝でなんかしてる。え、友達が優秀だった。バカみたいに優秀だった、この友達が。なるほどね、木を下に引きつけさせるってことね。それじゃあステージ9、荷物見ててね、だって。あ、なるほどね、友達がトイレがどっか行くから、その代わりにこの荷物を見ててくれよな、と。ピンク俺でトイレ行ってくるから頼んだぜみたいな、で任してくれと。はい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 。で、なんだ。あ、130円のジュース買ってるよ、大丈夫、荷物。あ。裏切り、裏切り現場を目撃した今。逆にめっちゃ無能だったこいつ、バカみたいに無能だった。でもこれ何もしなければいいんじゃないの、めっちゃ怪しい。ごめん、俺が無能だった。そんな一撃で盗まれると思わないじゃん、そんな速攻で。守る気すらなかったもんね今。このゴリラか、やばい、大丈夫、お前ゴリラと遊んでる暇ある。こいつ頭悪いって、ダメだよこんなやつに荷物回させたら。もう何もしないのが一番いいんじゃない、ここで。ここで何もしない、普通に待ってるだけ。え、何、なんか嘲笑ってんだけど。あ、バナナだ、このバナナあげる、この謎の人物に。あ、バナナ食べてる。で、あ、なるほどね、そこにお前が引っかかるんかい。このバナナをゴリラに渡すのか。あ、来た、バナナはゴリラが食ってるぞ。あ、なんだ、ゴリラがどっか行った。で、あ、でこのバナナの顔を置くんじゃない。へえ、ざまあ見やがれってんだ、ゴリラにボコボコにされるがいいさ。よっしゃ、ちゃんと荷物は成功。あぶねえ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います、うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。